ゼットランド公爵ダンダス家の紋章のエスカッシャン部分、ゼットランド公爵は、イギリスの公爵位。連合王国貴族爵位。カースのダンダス順段爵、ダンダス段爵、ゼットランド伯爵を前身とし、第三代ゼットランド伯爵ローレンス・ダンダスが1892年に、上されたことに始まる。1880年に描かれた、ゼットランド伯爵ダンダス家の本邸 ホール・ダンラス家のソローレンス・ダンラスは、1745年のジャコバイトの反乱鎮圧戦争と1756年から1763年にかけての七年戦争において、英国陸軍に商品を提供することで財を築いた。庶民院議員として、政界でも活躍し、1762年11月23日には、クレートブリテン殉談社会、リンリス州における、 カースのダンダス順断尺に助せられた。その長男である、第2代順断尺サートマス・ダンダスもホイッ等の庶民院議員として活躍し、1794年8月13日には、グレートブリテン貴族爵位、ヨーク州におけるノース・ヨークシャー・スクのダンダス男尺に助せられた。これが貴族としてのダンダス家の始まりである。その息子、ローレンス・ダンダスも就職前に、 ホイック等の庶民委員議員を務め、1820年に、父から第二代ダンダス男爵位を継承し、さらに晩年の1838年7月2日に、連合王国貴族爵位、ゼットランド伯爵に助せられた。その長男である二代ゼットランド伯爵、トマス・ダンダスには、子供がなかったため、三代ゼットランド伯爵位は、初代伯の罰師の長男であるローレンス・ダンダスが、継承した。 彼は自由党の政治家として自由党政権期の1889年から1892年にかけてアイルランド総督を務め、1892年8月22日には、オークニー及びゼットランド州におけるロナルド C 伯爵とゼットランド公爵に助せられた。その息子である第二代ゼットランド公爵、ローレンス・ジョン・ラムリー・ダンダスは、 保守党の政治家として保守党政権期の1935年から1940年にかけて植民地インドの事務を司るインド大臣を務めている。彼の死後、その長男であるローレンス・アルフレッド・マービン・ダンダスが第3代ゼットランド公爵位を継承した。彼の死後は、その長男ローレンス・マーク・ダンダスが4代公爵位を継承し、2015年現在も彼が党首である。 一族の本邸は、ノースヨークシャーのリッチモンドにあるアスカホールである。同邸宅は1763年に、初代順弾尺、ローレンス・ダンナスが購入して、以来、2015年現在に至るまで、ダンダス家が所有し続けている。ただし三代ゼットランド公爵、ローレンスの代の1962年から1963年にかけて、屋敷の規模を縮小改築している。 上記の経緯から、現在の当主第四代 Z ランド公爵、ローレンス・マーク・ダンダスは、Z ランド公爵くらいの他に、以下の4つの従属爵位、順段尺位を保有している。ありがとうございます。